小林美希は日本のバイオリニスト。アメリカ合衆国テキサス州サンアントニオ生まれ、4歳の時に石塚知恵に支持し、バイオリンを始める。2000年に全日本学生音楽コンクール小学校の部、東京大会第1位を受賞する。2006年5月、第6回、レオポルト・モーツァルト国際バイオリンコンクールに最年少で参加し、 審査員特別賞を受賞する。同年9月、第7回インディアナポリス国際バイオリンコンクールに最年少で参加し、セミファイナリストとして、ディプロマを授与される。そして同年12月には、横浜市境区民文化センターリリスホールと契約、最年少のレジデンスアーティストとなる。2009年、東方女子高等学校音楽科を主席で卒業。 東方学園大学ソリストディプロマコースに進学し、徳永次男に支持する。2010年より、ウィーンコンセルバトリウム音楽大学に留学し、パベル・ベルニコフに支持している。2011年10月、ポーランドで行われた第14回ビエニアフスキ、国際バイオリンコンクールにおいて、日本人最高位の第2位を受賞する。同年11月、オクタビアレコードより、 CD デビューする。ピアニストの小林有りは実施である。ありがとうございます。